こんにちは、札幌占い美容師さいまわしの後藤です。今回は2歳のお子さんとかイヤイヤ期の子供でも簡単にカットができる、自宅で今時のおしゃれなカットができちゃうっていうね、そういうスゴ技を伝授します。お風呂場でもできますし、子供ってクロスするのが嫌だったりとか、美容室来てもなかなかね切らしてくれなかったりとかってあるんで、自宅でできればまあ楽なんじゃないかなというふうに思います。で、子供を嫌がらない方法が実はあるんですね。そういう方法を踏まえたメンズのカット、すごいやつを配信したいと思います。まあ、その前にですね、これ VR、VR ヘッドスパっていうのをうちやってまして、この VR をつけながら異国にトリップするっていうのと、骨伝導を使った周波数ですね、それを流して、脳をちょっとですね、リラックスさせたりとか、ドライヘッドスパ、頭皮洗浄、それからシャンプー台のスパを合わせた一つのメニューを使っております。で、タンニン自体がね、毛根の方ですね、立ち上がりだったりとか、トリートメント効果としてはめちゃくちゃいいので、持続が2週間ぐらいもうすごいサラサラで持続します。立ち上がりもつきますし、ということで、そのタンニンのスパもね、ウイルスにもいいって言われてますし、タンニンというのはね、調べていただくと分かるんですけど、ウイルスとタンニンってすごく、タンニンが効くらしいんですよね。で、あとは耳エステですね、耳ツボみたいなのもちょっとやってまして、ツボ式で、まあ、さきさんの方が、まあ、結構痛いぐらいにかかってやって、あとマッサージもあって、まあ、耳中の状況もね、ちょっとスコープ使って見させていただくっていう部分と、あとビクトリア・ベッカムさんとかが顔をね、日焼けしてると思うんですけど、あれは日焼けサロとかじゃなくて、ちょっと肌に色をつけてるんですね。で、それをね、まあ、僕もやってるんですけども、それもメニュー化してましてですね、フェイシャルでやってるんですね。それもタンニン使ってるんで、まあ、どこまでウイルス対策で効くかわかんないですけど、ちょっと黒くできます。そして、まあ、シミとかニキビ跡とかそういうのを消してくれますから、美肌効果もありますので、ちょっと若く見えたりとかするんではないかなって思います。結婚式の前だったりとか、ご挨拶の前とか、そういう時に男性の方だったらちょっとたくましく見せるということでやってあげると、より効果的なんじゃないかなっていうふうに思います。ずっとね、残るわけじゃなくて一時的なので、まあ、その間はね、楽しめるんではないかなというふうに思っております。あとはね、脱毛もやっておりますので、ぜひ、お問い合わせよろしくお願いいたします。で、今回はね、僕、さきさんに言ってもらう理由としては、僕がまずメンズのカット、簡単なやつをして、彼女がそれを切れるかどうかっていうところですね、それをちょっとね、彼女にやってもらうっていうような流れにしたいと思っております。使うジェルは100均のジェルでも何でもいいです。スーパーハードマックスに硬いやつ使ってください。それだけでいいです。スーパーハードジェル、これはね、ドンキホーテのやつなんですけど、100均のやつでもいいですよ。ちょっと100均なかったんでね、ちょっとこれを。子供がね、なぜ髪の毛がね、切るの嫌だかっていうと、目に入ったりするんですよ、切った毛がね。まずそれがいって嫌ですよね。あとクロスでなんかよくわかんないけど、こう首絞められちゃうみたいなのもちょっとわからないですよね。多分本人的には何されてるのかわかんないし、怖い、嫌だっていうことですよね。はい、あと黙ってられない。じゃあどうすればいいか、もう早く切るしかないんですよ。いいですかね。あと、もしくはお風呂場でやるとかね。あと、ちょっと面白いことを入れてあげることによって、子供をカットできるは非常にしやすくなります。面白いことを入れないとダメなんです。ツーブロックラインね、よくあるツーブロックライン、ギザ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 って波形で取ります。で、もし子供さんがこの髪の毛が薄い、短いとか波形に取れない場合はストレートでいいです。いいですか。きっちりやろうとするとできないんで、お子さんが動いちゃうとか、もうこのギザギザに取ること自体ができないんだったら、ギザギザに取るのやめた方がいいです。はい、これもできれば大きい部位とかじゃなくて、こういう風に波形が細かい方がよりセニング入れてる風になるんで、いかにセニング入れてる風を作るかっていうことが鍵ですからね。ギザ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 、波形をなるべく波形を細かくして、ギザ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 、波形を細かくして、これ皆さんバリカンをね、通常通り皆さんがやりやすい、やってる感じでやりますね。これ今ね、3ミリなんですけど、皆さん6ミリとかでも全然いいので、ちょっと分かりやすく3ミリでやります。で、最後は逃がしてください。子供ね、本当に時間ないので、で、これこっちをね、持ちながらギューってやると簡単に取れます。バリカンってここを持ちながらギューってやると取れます。いいですか。こっちを持ちながらギューってやると、順番間違っちゃったな。最初にスタイリングするんだったな。最初にスタイリングして面白さを出してから刈るんだった。ちょっと順番間違っちゃった。先に切っちゃった。本当はね、最初、ごめんなさい、ちょっと順番間違えました。最初に刈り上げるんじゃなくて、ちょっと急いでやりすぎちゃった。最初にね、実はこの後にやることを最初にやってからこれが入るんだった。ちょっと忘れちゃって、すいません、逆だった。それはさきさんの時にじゃあやりましょう。はい、ここで終わり。はい、ここでちょっとポイントなんですけれども、はい、これ全部波形で取っていきます。まず、イヤーじゃない、
生え際から3本目のところを取って、ここをギザ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 って波形で取ります。波形で取れる人はですよ、取れない人はもう時間が勝負ですから、お子さんの場合は本当に急がないともうね、嫌がりますからね。取ったこことこの半分真ん中のところをギザ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 ってまた波形で取ります。でまたこっちも波形でギザ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 って取ります。真ん中のところですね、上と下の真ん中のところを波形で取ります。じゃあこの延長線上でまたギザ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 って、これギザギザのラインが2個ある感じですね。ドーナツ型になっている状態で前髪独立してますよね。で何をするかっていうと、本当はねこれ全部長い時にやるはずだったんですけど、ドライヤーを当ててこれ真横、とにかく真横に引っ張ってください。こういう感じ、真横に引っ張る、真横、この状態で一回子供に見せると子供面白がるんで、多分何なのこの髪型みたいな。でこの後に今度上をやります。はい、ここでちょっと世紀末みたいな、世紀末わかんないか、ここを立たせます。いいでしょうかね、こういう状態です。この状態で子供に見せたら子供喜ぶじゃないですか。でちょっと1枚写真でも撮っといて、そこからですよ。でバリカン入れてって感じです。本当はこれもっと立ちますから、これのこうね、本来だったら子供喜ぶんで、どうなんだろうって。で1個こう髪の毛もジェルで固めてるから、ジェルって洗えばすぐ取れますし、固めてるからバサッて毛が顔に目とか入んないんですね。だからそこがポイントです。で皆さん何やるかっていうと、まあ、ギザギザにこうチョップで切るっていうのは無理なんで、まずここは真横にパツって切ってください。でここギザギザに多少ぼかしてますから、いいですか、切りますよ。この状態で真横に同じ長さで切れればいいです。パツって毛先持って、いいですか、毛先持ってパツ、こんな感じです。長さは皆さんそれぞれで大丈夫です。まずセンターのバックを切ります。パツって切ります。これだと早いんで、バリカン入れた後ですね、ごめんなさいね、ここでバリカン1回入れてバツってこう切りますよね。お風呂場で切ります。はい、そしたら前髪ですね。前髪も下に下げるとラインが出ちゃうんで、ここで、切っていきます。バツって切ります。いいですか、前髪は真ん中に集めると扇形というかな、周りが長くなりますから V になっちゃうと変なんで、ちょっと集めてここにね、1個で集めたところをこのままハサミでバツって切ります。はい、だからギザギザに取ってるんですね。ギザギザに取ってるのが後でずれますから。はい、そしたらセンターいきます。でもここでね、もうこうやって切んないで危ないんで、もう毛先持ってそのままここをバツって切るだけでいいです。断髪式みたいな感じ。そしたら、はい、ここはどういう風になってくるかっていうと、はい、少しねここ短く真ん中にセンターに寄せてる感じです。いいですか、これね、アシンメトリーバージョンとかもあるんで、こういうやつにこうしたりとかね、それはまた後でやりますので、とりあえずここね、いきますよ。はい、大胆な長さ、前髪の持ち上げて、あ、ここだなと思ったらここをバツ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 って切ります。はい、基本的に子どもの髪の毛だったらこれでもう大丈夫、本当かって思うかもしれないんですけど、子どもの髪だったらもうこれで大丈夫です。髪の毛がまず薄いっていうのと、あとこのぐらいのスピードで切らないと子供嫌がれますからね。はい、これだったらもうお父さんでもできますよね。一回ねこれでバツって切った後にすきばさみ入れてもいいですけど、まあそんな余裕ないですからね、イヤイヤ期の子供とかだったら本当大変なんで、あとこういうところはねちょっと長いなと思ったら少し切って、あと縦にハサミをこうちょっと皆さんこうやって持って切ると指切っちゃいますから、ジェル使ってると結構ね固まってるからこうやって切れちゃうんですね、簡単に、ね、でこれでメンズのそれなりにスタイル、かっこいいスタイルとかもこれでできちゃうんで、例えばさっき大人っぽいスタイルだとしたら、ここから七三にこう分けて、上がモヒカンになってますからね、七三にこう分けるようなこういうちょっと今風なやつもできちゃうし、こういう髪型もちょっとできちゃうんですね、子供でもこういうスタイルも簡単にできる。これも本当にハサミちょっとしか入れてないんですけど、やっぱ最初に仕掛けとくってことですね。セニングがないからセニングを最初に作っておくということです。波形を作ることによって、波形は奥が深ければ深いほどセニングのようにバラバラになりますから、そこで波形を、ただダメなのは正三角形とかで作っちゃうとガタガタって出ちゃうんですね。なので結構波形細かくバーで作ることによって、すでにラインは波形にすると
というところで、これだけでも全然ね、結構かっこいいお兄ちゃんスタイルができちゃうと。これをね、ぜひサキさんの方にもちょっとやっていただきたいなと思っております。こういう彼氏でも大丈夫でしょ。まあ、こういうね髪型の感じになりますから、簡単に自宅でできます。お子さんの髪も本当にでき簡単にできますし、まあ、むしろ旦那さんの髪の毛もできるんじゃないかなと思います。なんでバリカンはちょっと必要になりますけれども、まあ、2000円ぐらいで売ってますから、それで全然できますし、この切り方ができれば、もう美容師さん行かなくてもね、今とりあえずなんとかしのげることはしのげるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、皆さんチャンネル登録と高評価、それからできればシェアですね。いろんな人に見ていただきたいです。まあ誰かね救われるかもしれないので、はい、なんで気持ちだけでもね髪の毛切って明るくなっていただければいいかなっていうふうに思います。はい、ということで今日も見ていただいてありがとうございました。